避けれねえ。私避けるの多分絶望的に下手くそなんやと思う。あとこれを起動したらもうバルタは解放される？解放？解放かな？わからんけど。え、なに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 ？ついにじゃないの？なに？え、なんかすごい危険な気配がするんやけど、なになに？え、なに？敵？え、なんか超強そうなんですけど、うわー、なんかありえないんですけど、なにこいつ。いや、しかも超不気味なんやけど。ガーディアン？神獣バルッタに救う水のカースガノン。ガノン？ガノンが作った魔物。ガノンではないんか。え、なにこいつに殺されたん？そんな私ができるわけなくない？めっちゃ勝手なこと言うやん。めっちゃ勝手なこと言うやん。そんな期待されましても。逃げたい。射程がすごく長い。ごめんね、ちょっと話しよる途中やけど。ってことは弓矢で攻撃した方がいいってことかな。はい、トゲボコ弓。一番強いのでトゲボコ弓ってどうやねん。え、水ってことはさ、この電気の矢でやった方がいいんやない？金属製や水に濡れたものには効果が大きい。まあ、下手くそやけん。下手くそやけんさ、できるか。間違えたよ。てか、ちょっと待って、ビタロックとかできんの？あ、できない。しかも強っ。てか、射程が長いとか言うよりさ、あれなの？投げるの？それ。投げられたらちょっと。あれ？ちょっと待って、はい。ちょ、どこ？ね、狙わして。待って待って、はい。それ、投げてくんなって、おい。何、どこ狙ったらいいやろこれ。ああ。多分あの目玉を狙えばいいんじゃないかなと思うんやけど。大丈夫じゃねえわ。全然大丈夫じゃねえわ。助けてー。助けてー。どうなんこれ。あ、なんか、えていていてい、ひえー、ちょっと待って、武器が壊れましたけど。ガーディアンナイフ、ゾーラの体、あ、でも体験遅いんよね。遅いけんゾーラの剣の方で行こっか。消えやがったこいつ。近っ。どうよ。うそ。お、なんだ。しっかり、はい、分かってます。しっかり分かってます。あ、ゴーゴーハスの実も回復ないよね。くそ、聞いてるの？ゴーゴーハスの実結構取っとるよね。あ、どうよ。普通の弓でいいんじゃねこれ。ねえ、やっぱ普通の弓で全然いいんじゃね。なんか聞いとんかどうかよくわからん、一緒な気がする。回復回復。料理作ってくればよかったな。まさかね、ここで、こんな強力な敵出てくると思わんかったんやけど。言ってよー。言ってよ、ちゃんと。
違うけん、ちゃんと狙って、あたし。うお、全然狙い定めれてね。あー、しかももう食べきったし。あ、マックスサザエあったんか。マックスサザエ使えばよかったね。あーやべ、避けろ避けろや、あたし避けろや、あたし。マックスサザエもいっぱい取っとけばよかったなね。頑張りだけ。ビリビリフルーツ食べる必要は別にないか。忍びだけ。あー、ダメや、消える。あ、待って、はい、避けれねー。あたし避けるの多分絶望的に下手くそなんやと思う。ね。多分避けるの絶望的に下手くそなんやと思う、あたし。しっかり。しっかり。うい。何、今全然注目できんかったんやけど。全然。あ、待って待って待って。この状態で始めたらあたし多分すぐやられるから。あれ？うお。あ、うお、やべえ。あ、そっか、注目するには離れすぎとったってことか、今の。危ないわー。これいけるんかな。あ、これさ、避ける、避けろー、あたし避けろー。次の1回ぐらいでさ、弓がダメになるかな、これ。おっしゃ、とりあえず今が狙い目。この武器ちょっと掘り投げてくれんかな、こいつ。あ、やっつけた？え、やっつけた？はっ、やった！え、やっつけた？ちょっと何回も言うけど。え？違うやん。なに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 ？え？なに？何事？だって体力いっぱいまだあったもんね。第二形態とかじゃない、ちょっとやめて。足場が狭くなった、ふざけんなよ。で、なに、弓壊れたよね、さっき。一心の弓。はい、一心の弓。遠くの敵がまるで近くにいるかのように狙い撃つ。気をつけて。え、ほんとやん、ちょっと待って。やばいやばいやばい。ほんとや、水になっとんやん、ちょ、やめてや。ちょ、待ってって。なんかすげえスローモーションになった。しかも何が起こったのか一瞬全然わからんかった。やば。あ、ちょっと落ちないで落ちないで、私。ちょ。あ、待って。武器捨てた、武器捨てた、私。武器捨てたんだけど。ちょ、待って、こっちにしといて。はい、弓。何？直接攻撃はしてこなくなったの？ちょっと。そうやってさ、自分が不利になってきたけんってちょっと八つ当たりすんのやめてくれるかな？八つ当たりするのやめてくれるかな？あ、どこワープする？どこ行く？どこ行く？どこ行く？そっち？近くね、近くね、うわ、超近くね。あ、落ちた落ちた落ちた。早く早く、せいせい。あっち、さあ来い。
え、なになに、増えた増えた増えた、一応増えたって。待って、体力見てなかった、やべ。で体力全く見てなかった、怖っ。大丈夫ではないかな。あー、くるくるくる、なんかくる、なんかくるって。あー、背後。やばいやばい。しっかり当たらねー、逆に当たらねー。早くワープを、ワープをしてくれ、お前。で、何あれ、弾ける、弾ける、弾き返せるの。弾き返せるんだったら弾き返したいんだけど。もしかしてこれ一定の時間とかじゃなくってさ。あ、当たらねえ、それは当たらねえわ。危ないって。やられる、こんなところでやられるわけには。てか足場、他に足場どこにあるの。とりあえずもう氷とかいいけんさ、早く。あ、もう弓矢も、うおう、体力出とる。あ、一応出とんか、体力ちゃんと。ワープ、どこ、そこ、はい、早く出ておいで。でもこれ頑張ったらいけそうな気がするんやけど。ちょ、あっち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 、あの氷の玉、壊せないかな。壊せないかな、壊せるよ。うわ、弾けないかなじゃないか、壊せないかなって言ったん。壊せるよ。うわ、大丈夫ではない大丈夫ではない。持つかな。ちょ、あの足場に、足場にたどり着かせてお願い。やべえ、食材帳なくなってく。なんかめっちゃレーザーレーザーレーザー。何、なんか攻撃の仕方変わりましたけど。氷の仕方、氷の仕方じゃない、攻撃の仕方超変わりましたけど。何、体力が少なくなってきたから。やめてよそういう。ちょ、はいはい、全然弾けてね全然弾き返せてない。ちょ、あ、はい、はいはい、ちょっともうね、足場に上がることも一苦労になってきたんだけど、私今。ちょ、待ってね。くそ、体力ちゃんと減らせやんかな、私。しっかり、しっかりしてますよ。うわ、思ったよりもぶつかるな。お願いだから落ちないで。あの足場が、足場が、その足場にも上がらせんとかそういう感じのやめてよ。あー、ダメ、ここでさ弓をこんな使いよったらさ、やってけんなるけん、この後。でも体力あとちょっとないよね、ほら。あー、ダメダメ、ちょっと上がらして。ちょ、氷多いなー、氷多いな。これさ、下手に氷の相手するよりさ、動き回ってさ、足場で壊れてくれた方がマシじゃね。どう、ほら、こんな感じで。ほらほら、ちょ、行って、早く早く早く。あ、これで、ちょ、強い方、ガーディアンナイフとかで。あ、やれた、やったー。一回もしなかった私ね。
風なんかすごい量のすっごい量の食べ物は消費したけどね。やったよー。わ、すげえ、断末魔の悲鳴。どうこれで。え、てか結局ミファはあいつにやられてしまってるってこと？復活はせんの。声だけ？あ、ハート増える？やったね。助かる助かる。これで6個目になるってこと？え、何？どうなったの？え、ハート増えてないんですけど別に。あ、ここにあるんか。ハートの器ゲット。よし、これで6個で、何？これ起動すればいいの？メイン制御装置を起動すると神獣内部に戻れなくなります。本当に起動させますか？いいよ別に。ミファーはどうなる？ミファーは、あ、これでもう中に入れんなるんや。ありがとう。おかげで私の魂は解放されて。やっぱ魂だけがおったんや、ここに。このルッタも取り戻せた。でも昔のように遊ぶのはもう無理みたい。ミファ、ゾーラの英傑。いや、なんか切ないね。治癒の力も。やっと会えたのにって感じ。魂だけになった今の私にはもう使えない。アホなんや。だからあなたに託すね。託す？私の力。え、チームの力が使えるようになるん。回数が決まっとるとかそういうやつかな。じゃなかったらね、もう食べ物の意味がなくなるもんね。回復技が使えるようになったら。昨日までずっと泣き続けてた。この100年ここに囚われて、これから永遠に一人きりなんだ。うわぁ、気が狂いそう。あなたが救ってくれて、こうしてもう一度会えた。そしてこれからは私の力があなたの助けになれる。しかもさ、自分がリンクのために作った鎧を今着とるっていうね。もう大丈夫。感動じゃね。じゃあ行くね。もう会えんなるけどさ。私とルッタのお役目を果たさなきゃ。あなたがあの城でガノンと戦う時の援護、今度は失敗しないから。リンク、あの人を、姫様を助けてあげて。おお、あ、これでもう私は神獣の外へ。これでどうなるん？この神獣味方になったってことよね、これで多分。ガノンと戦うときに協力してくれるようになったんやろ、これで。あ、水の中入っていきよる。あ、その時が来るまでもうなんかおとなしくしときますってことかな。何あれ、ほらなんかあるよ、あっこに赤いやつ。いや、なんかめっちゃ動きよるね。おとなしくしてないね、全然。どこ行きよんやろ。ん？そっち岩場じゃない？行き止まりよ。あ、すげえ、そっちに。戦車みたいやね、なんか。これで、やっと神獣一体目解放か。あ、水辺からちゃんと上がれるんや、こいつ。勝手に水の中じゃないと折れんのかと思いよった。何、城破壊する？違うよね。え、なんか攻撃しましたけど。ルッタ、あなたのおかげで
私はリンクの役に立てる。あの人がハイラル城で厄災ガノンと戦うとき助けてあげて。あなたの一撃でできるだけガノンの力を削って、それがリンクにしてあげられる。常に城に攻撃を加え続けよるってこと。これガノンを封印できたらハイラルに平和が戻る。あなたと私も役目を終えられる。お父様、お元気かしら。私わがままばっかりで。なんかミファンのすげえ切ないストーリーやね。他の英傑たちの話もこんな感じかな。会いたかったな。お、帰ってきた。自動的に戻されたんや。英傑ミファーの祈り。英傑ミファーの祈りが宿った過去の力。力つくときに自動的にハート全開で復活できる。一時的にハートが限界を超えて増える効果もある。え、これは毎回？やったね。なんか、かける1って書いてるわ。一回だけか。あ、なるほど、なるほど。はい、ということで、じゃ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。